あなたが風見雄二を引き取るなんて言い出すからでしょ。その条件の中に返事をしろ、クソガキ。ちょっと返事ぐらいしろよ。殴るぞてめえ。殴りながら言わないで。いいか、私がお前を拾う神、神様だ。分かったか。さーて、連れ帰ったはいいものの面倒な奴を引き取っちまったもんだな。生き物を殺すことに過剰反応したんだ。結局何も口にしていないのに。吐いてでも食え。もう勘弁してくれ。食わなきゃ死んじまうんだぞ。それでいい。てめえチビ、助けてよ。かゆくらい自分で食わせろ。うるさいわね。正しく使えば力。あいつ童貞じゃないぞ。は？それってどういう意味かしら。言葉の通りだが、無論相手は私だ。そんなこと言ってるからおめえはいつまで経っても処女なんだよ。何か欲しいものはあるか。優しい保護者てな感じで、あいつの初めては私がもらった。その一回だけ。なわけねえだろ、年頃の男がたったの一回で。何回したの。そうだな、週に4、5、6。まさこ、なんなら今あいつに抱かれとくか。 なんでそうなるのよ。大丈夫だ、あいつは私仕込みで、女の扱いはちょっとしたもんだぞ。貴様に特別任務を与える。見ろ JB を、こいつは今ひどく酔っている。寝室へ運んで気持ちよくしてやれ。解放。変なところで鈍いな。そ、やめてー。白鳥学園、そこに通う女子は世間では淑女と呼ばれているが。うわ、クマができてる。あんたさ、やりすぎなんだよ。外面だけでご覧のありさまだ。男をもてあそぶために作られたって噂は本当だったんだ。ああ、タマのせいだな。だって、おちんちんいじるとすっごい可愛い声出すんだもん。すぐに代わりを探さないと。まあ、急ぐ必要あるか。当然よ、男をもてあそんでいるのに少女とバレたらどうするのよ。え、少女。あの聞いたわね、処女ってところまでなら。ごめんなさい、誰にも言わないから。どうなるんだろう。あ、秘密を守る証明をしなさい。もし書かなかったら。上出来ね。乙女クラブへようこそ、東翔太君。梅沢ルネだ、よろしくな。楠田奈緒。篠原たまき。たまでいいよ。部長の瀬川玲香よ。この部は下の名前で呼び合うの。よろしくね翔太。あれ、意外と普通だ。もういいよね。わ、何隠し続けるくらいなら翔太くんで済ますことに決めたの。この子たち普通じゃない。やばいよやばいよ。インスタ映えするかな。う、遊ばないでよ。時間切れね。やめてよ。本当に可愛いわね。こんなのひどいよ。やっと落ち着ける。お邪魔してるわよ。うわー、ちょっとうるさいわよ。なんでよ。わざわざ来たのよ、もっと喜びなさい。いやいや、それで何しに来たの。だするわよ。遊びでなんてダメだよ。天井のシミを数えてる間に終わるわ。
初体験がて。黙っていれば美人なのに。男らしいところを見せておとなしくさせればいいんだ。よし、やるぞ。うわ、ごめんなさい。私たちより可愛いかも。もうやめてよ、早く消してよ。男のくせに、男のくせに。うわあ、どうしたの？ちょっと疲れたかなって。疲れが取れるよ。ありがとう。顔色悪いね、大丈夫？いろいろね。他の3人とナオちゃんは違うみたいだ。ナオちゃん、何の用で僕の家に？うわー、レイカちゃん、ずいぶんと勝手な妄想をしてくれるじゃない。ジョー君、遊ぼう。一度やったからって調子に乗るなよって言うと思ったの？ごめんなさい。うわただ、伝承と違い、僕にもたらされたのは富ではなく。そして僕はまた。夏希じゃなくて、私といいことしない？この人もおっぱいすごい。こら、もう困らせないの？あら、出会おしただけよ。どう、イサミくん、私と夏希、どっちがいい？好きな方のお姉さんを選んでいいんだよ。ねえ、イサミくん、どっちがいい？今日は夏希さんに会いに来たんです。試験が終わったらまた会おうって約束したから。イサミくん。あら、残念、振られたか。仕方ないわ、お客様のご要望には応えないと。ほや、そんなバカに。ブギャル。いや、妹への愛情表現ということで、ここは許し。俺は妹たちに嫌われている。まあ、多少妹たちをおかずにしちゃう俺も悪くないとは言わないが、妹たちはそんな俺を忌み嫌い、いつも罵倒し迫害を続けている。だからこそ俺は優しいお姉ちゃんを求めて今日もエロゲーをするのだ。今日はついてないな。もう寝よう。なんだこれ。ちょっとバカに、朝から売れ。あやちゃん。ああ、そっか。あやちゃん長所だこんだもんね。へえ、じゃあ俊太郎は？急用で出かけちゃったみたいで。まあ、バカ兄のことなんかどうでもいいわ。それより小春くん、せっかくだから一緒に朝ごはん食べよう。でも決定。ごちそうさまでした。なんでこ
子供になったかもわからないのに、こんなことしてる場合じゃ。とにかく元に戻る方法を。僕はそろそろ。ん？コハくんもプリン食べる？え？美味しいよ。登校日？そう、私と千秋は今日登校日なんだよね。だからお姉ちゃんも夕方まで帰ってこれないんだ。遅刻する。わかってるわよ。なんだ千秋のやつ、俺のこと睨んでる？な、でも小春くんを放っておくわけにはいかないし。大丈夫よ、私今日休みだし、それくらい面倒見れるんだから。そう？じゃあ小春くんのことをお願いね。お土産はプリンね。はいはい。千秋はまたパソコンで夜更かし？冬野は姉妹の中でも特に俺のことを嫌っている。可愛い顔してるけど超わがままで意地悪だし、冬野と二人っきりで留守番、正直何を言い出すか分かったもんじゃ。俊太郎、マジほんと使えない。紅白くん。はい。遊ぼうね。え？私、コハくんと遊ぶの楽しみにしてたんだ。そしたら何して遊ぼうか。何って、そんなの決まってるじゃん。I don't like where this is going.